皆さん、こんにちは。群馬ちびっこ大学2022オンラインへようこそ。今回のテーマは、紙飛行機競技入門 R2 です。この動画では、競技用紙飛行機の作成方法、機体の材質や構造特性と調整方法、長い時間飛ばすための飛行経路の設定等について説明します。今回の動画は、共同教育学部の 保健体育講座が作ってくれた動画です今回は動画を見て勉強してみようそれではやってみようはい皆さんこんにちは、えー、ちびっこ大学2022、えー、上飛行機協議入門ということで始めてみたいと思います 今回はですね、紙飛行機競技入門の丸2ということで、えー、紙飛行機の特性についてですね、お話ししてみたいと思います。で担当は私、荒井義宏、えー、群馬大学教育共同教育科学に所属しております。まず、組み立て式紙飛行機の基本構造なんですけれども、えー、第1回目でお話ししたと思うんですが、 えー、非常にシンプルな形でですね、えー、胴体があって、大きな翼、主翼と言います。で、ち小さい翼が後ろの方に、えー、垂直尾翼と、えー、水平尾翼というのがついていて、まあ、こんなあのシンプルなです、ねえー、構造になっています。で、紙、えー、飛行機が飛ぶその力ですね、これはこの揚力という力が働くということで、えー、これも前回お話ししたところだと思います。 えー、翼にですね、えー、風が当たると、そこからです、ね、上向きの、えー、揚力というものが発生します、えー。翼の角度によっては下向きの揚力が働く場合もあるんですね。でえー、揚力というのは翼や、えー、主翼や尾翼の周りに空気が流れる、えー。それによって発生する力が揚力というものになります。 えとまずですね、えー、今回、えー、紹介するのは、この発泡スチレン製の紙飛行機というもので、えー、これはですね非常にあの軽くできていて、でしかも、えー、組み立てが簡単だという特徴を持っています。で発泡スチレンというのは、皆さんが、えー、スーパーとかで,ですねお肉とかや、えー、っと魚とかに、ね、ってる、えー、軽い器がありますね。あれが発泡スチレンなんですね。 でそれと同じ材質でできた、えー、飛行機がありまして、えー、こんな形のものとか、こんな形のものとかですね、まあ、いろんな形のものが出されています。非常にあの組み立てが、えー、簡単で,で、しかも軽くできるという、そういう特徴があります。えー、紙飛行機をまず最初にこう始めるのには、この、えー、スチレン製の機体がですね一番いいんじゃないかなという。 続きまして、えー、競技用の入門機としてですね、えー、スカイカブ3とかですね、スカイカブ4というのがあります。で先ほど見てもらった、えー、基本的なその紙飛行機の構造とですね、えー、同じ形です、ね。非常にシンプルな形をしていてですね、でこれはあの胴体がバルサでできていて、でまあ、軽くて丈夫な、えー、胴体ということになります、えー。工作もですね、オールペーパーのものに比べると、えー 簡単に組み立てられるようになってますで特徴としてはですねこのスカイカブ3の方ですね左側の3の方がですね組み立てるのに接着剤を使うタイプになっていますで、それに対してこのスカイカブ4の方ですねこちらはですねシールタイプなので接着剤を使わずに 裏紙を剥がしてでシールみたいにペタペタペタっと貼っていくんですね。それだけで組み立てられるので、本当に、あのー、キットをそのまま公園に持って行って、公園で組み立ててすぐに飛ばせるという、まあ、そういう特徴があります。でそれに対して、えー、左側のです、ね、スカイカブ3のように接着剤を使うタイプに関しては、えー、組み立てるときに接着剤を塗りますので、乾くまでにちょっと時間かかるんですね。まあ、1日ぐらい乾かした方がいいという形になりますので、えー、そこの時間が取られると。 いうことが特徴になります。それとあとは、えー、っとシールタイプに比べるとですね硬くなる接着剤を使えばそれだけ強さが出てくるっていうことですね、えー、そういう特徴がありますのでどちらかというとその対空競技などで使う場合には左側のスカイカブ3をです、ね、あの接着剤でこう固めていくような形で作った方が、えー、より いい結果が望めるんじゃないかなというふうに思います。大きさとしてはですね、全長が23センチぐらいですね。で、幅がですね、横幅が16.6センチということで,で、重量が7グラムぐらいの重量になりますね。次に競技用のバルサードタイプのやつで,ですね、えーと、もうちょっと高性能なものになりますけれども、えー、とこれがですね、えー、と二宮矢崎先生がですね、設計したレーサー554というタイプのものですね。 これはあの特徴としては、えー、先ほどのですね、えー、スカイカブに比べて、ちょっとあの小さめな感じですねで、幅はちょっと大きめになりますけれども、えー、重さも少し軽めな、えー、ものになりますで、えーと。携帯の特徴としては、ですね、えー、とこの主翼ですね、主翼のところが、えー、上半角が二重上半角といって、 前から見るとよくわかるんですけれども、この根元の部分でですね、えー、と5度ずつ、左右に5度ずつ上に上がっていますで。さらに、この、えー、翼端部分がですね、30度上に上がった形、20上半角という形をとっていますで。これはですね、えーと、ローリングという運動ですね、飛行機がこう横にこう揺れる運動に対して、非常にあの安定がいい形になります。 ええー、っともう一つの特徴としては、ですね後ろの尾翼の部分ですね、尾翼が、ですね、えー、と総尾翼といって、えー、垂直尾翼が2つあります。水平尾翼の両端に、ですね、えー、右に1枚、左に1枚と、えー、2枚、えー、垂直尾翼があって、これもですねあの垂直の,この安定性を高めるための、えー、構造になっています。 まあ、いずれにしろ、あの、この形は非常にあの、安定性のいい、えー、タイプのですね、機体になりますので、えー、まあ、高性能な、えー、競技用の機体ということで、えー、まあ、多くの人たちがこう、使ってですね、えー、非常にいい結果が、こう、出てるようなものになります。えー、まあ、皆さんですね、あのー、えー、入門機として、えー、先ほどのですね、あの、スカイカブ、えー、3、 ですね、4とかっていうのを使ってもらった後にですに、ね、この機体に行くと非常にあの上手になるんじゃないかなという,うに思います。サイズとしては、全長が21.6センチで、えー、幅がです、ね、17センチ、重量が6.5グラムという重さになっています。で競技用のです、ね、さらに、あのーえー、19者になっていくとです、ね、オールペーパータイプを使うようになりますね。 そのオールペーパータイプはこんな形のものですね。これもですね、二宮矢崎先生の設計されたレーサー539という、別名ホークというものなんですけどね、えー。オールペーパー、全部紙でできてます。で、胴体の部分っていうのは、えー、とこの機体だと,、えー、と10枚ぐらいですね、えー、紙を貼り合わせてます。10枚。一番多いところで10枚ですね。で、えっ、ー、と、まあ、オールペーパータイプだと大体7枚ぐらい貼るのが一般的ですかね。 であの強度を持たせるために10枚ぐらいまでこう、ねえー、たくさんこう重ねているタイプのものもあります。でこの機体だと全長が25センチぐらいで、えー、全幅が、えー、幅がです、ね、21センチぐらいですね。重量が12グラムぐらいということで、でまあ、先ほどのタイプよりもあの結構重くなってますね。でその分あの、スピードが出るようになっています。 それで、えー、安定性がです、ね、保たれてで、飛行性能も上がってきます。でえー、とハンドランチグライダーというのが、ね、手投げ用のグライダーで、ちょっと大型のものが、えー、ありますで。これはですね、あのこれも二宮矢崎先生の設計されたレーサー590というものですね。 でえー、と胴体がやはりあのバルサでできているんですけれども、バルサを2枚貼り合わせてです、ね、強度を持たせてます。であとは紙、えー、のパーツなんですけれども、大きさとしてはです、ね、全長が32.4センチで、幅が26.5センチで、先ほどの機体に比べるとかなり大きめな形になってますね。でえー、と重量が17グラムということで。 えと先ほどの機体の2.5倍ぐらいですかね、の重さということになります。で、えー、とハンドランチなので手で投げるのがえ主な飛ばし方になりますけれども、飛ばし方に関してはまた別の機会にですね紹介してみたいと思います。ちょっと重たいのでね、オーバースローで。 野球のボールを投げるような投げ方で投げるわけですけれども、えーまあ、肩とかです、ね、肘に少しこう負担がかかってくるので、トレーニングをしながらですねうまく投げられるようになっていけばいいのかなというふうに思います。で次にですね折り紙式の紙飛行機を紹介してみたいと思います。でこれは折り紙飛行機と、えー、組み立て式飛行機の中間的なものですね。えーまあ、切って、えー、折って、貼ってと。 いうそういう作業を、えー、行って作るタイプなんですね、えーと。これはですね、えーと、トレーナー2というタイプのものですけれども、比較的その折り切り紙飛行機の中では工作が簡単でですね、で調整もしやすいので、折り切り紙飛行機のエントリーモデルとしては非常にあのいいものなんじゃないかなという,うに思いますで。こちらはですね、長、えー、松康夫さんという方がですね設計されて、でえーと 紙飛行機デザイン工房というですね、ホームページの中で、えー、無料でダウンロードできるように、えー、提供されているものになります。えっ、ー、と、この紙飛行機デザイン工房のですね、ホームページに行ってもらうとですね、さらにあのキットが、えー、販売されてますので、そういったものをですね、購入して作ってみるのもいいのかなというふうに思います。えっ、ー、と、あと次にですね、立体紙飛行機というのがあります。 これはまたあのちょっと変わったものですね、えーと。これはの胴体の部分が中空の構造になって立体構造なんですね。で、羽の部分は1枚の紙なんですけれども、上から見るとこんな形をしていんですね。これはのアンデリュー・デュアーさんというですね、あのカナダから、えー、日本に移住された方が、えー、設計されてですね。で、えー、よくあのワークショップなど この方開いてで、すねで、そこでこう使う機体としてですねあの、このテントウムシというのを使ってますね。まあ、形からして、この丸い形があのテントウムシみたいな形に見えますよね。で、これにあの色塗ってみるとですね、こんな形で赤い色塗って頭黒くしてとかですね、まあ、ねこういうね、7つのこう黒い星をつけてみると、まさにテントウムシの形になりますよね。 機体になります。であのー、とっても作りやすい機体ですし、さらに羽が1枚だけですね。で胴体と羽だけの構造なので、であのー、とっても簡単なあのー、機体になります。であと調整もですね、あのー、非常に簡単な調整で、えー、調整飛行もできますので、えー、ぜひですねこの立体式の紙飛行機なですね、あのー、チャレンジしてもらえると面白いのかなというに思います。 飛ばし方なんですけれども、一般的にはこういうね、あの旋回しながら上昇させて、旋回しながら下ろすっていうね。架空があの、この場合には、えーっと、右旋回で上昇させて、右旋回で架、えー、空させるという感じですねで。右手で投げる場合には、この飛ばし方はとてもやりやすいですねで右。右手で投げる場合、機体を右に傾けて飛ばしますから、右旋回で上がっていくという感じですね。 で、そのまま同じ方向に旋回して降りていくっていう、まあ、そういう飛行経路になります。もう一つの飛ばし方としては、右手で投げたときに右旋回で、えー、上昇させて、で、えー、左旋回でカックして下ろすという形ですね。でこの形になりますと、えーまあ、比較的ですね、あのー 高度を取りりやすすいいという、えー、飛ばし方になりまさらにですねあの、先に進んでというか、まあ、上級タイプの方がよくう使うタイプの機体にですね、えー、垂直上昇型というのがあります。まあ、中級者から上級者が使うタイプの、えー、競技用の機体になりますね。 で、まあ、これがですね、その典型的な例なんですけれども、これもに南谷崎先生が設計されたレーサー 530S というものになります。特徴としてはですね、比較的あの小さな主翼とですね、あとは、えっと、尾翼のところが特徴的でして、えー、っと、装備翼といってですね、あの、先ほどのあの554と同じなんですけれども、えー 水平尾翼の両端にですね、垂直尾翼があって、でさらにこれ、1枚の紙を、えー、折ってですね、垂直尾翼をこう作っているんですね。なので、これ、広げると1枚の,あの紙になるわけですけれども、まあ、こんな形の垂直尾翼を、えー、持っていますで。この垂直尾翼にですねあの、風が当たることによって、この水平尾翼が少しですね、後ろが下がってくるんですね。 その力を利用して、まっすぐに打ち上げて、で徐々にこう水平飛行に入っていくという、まあ、そういう飛行経路を取るような垂直上昇型の、えー、機体がありますで。上級者の多くの方たちは、まあ、この機体をです、ね、好んで使う方が、えー、いらっしゃいますね、あのー。自分で、えー、設計して、制作してもです、ね、このような形の垂直上昇タイプのものをこう設計される方、たくさんいらっしゃいます。 でえー、垂直上昇型のですねあの飛行経路としては、これは今、右旋回で左旋回で下ろしてくる、ね、く、えー、右旋回上昇で左旋回で滑空させるというタイプの、えー、経路なんですが、この部分ですね、最初に、あのー、打ち上げるところがまあ、っすぐこう上に上げてで、そのまま水平飛行に入って、まあ、左旋回ないし、右旋回でこう回して下ろすという形になりますね。 ま垂直に上昇させて、左旋回で書く、まあ、もしくは右旋回で書く、どちらでもいいんですけれどもね、あの自分のやりやすい方向に調整すればいいかと思います。で、えー、っとその旋回の半径なんですけれども、大きく、ぐるっとですね大きく回すようにすると、えー、その分あの長く飛ぶようになります。逆にですね、回転半径が小さくなっていくと、早く落ちてきてしまうので、あのー、少し大きめに。 こう調整すするとといいと思うんですねただし、あまりこう大きな回転半径を持たせると、あのなかなかこう降りてこないので、どこ飛んでいっちゃうか分からないっていうねあの、機体がなくなっちゃうあのこともありますし、まっすぐまっすぐ飛んでいってしまって、ですね本当にあのこう見えなくなっちゃうようになるってまあそういうあの飛び方をする場合もありますので、ちょっと機体がです、ね、なくなってしまって困るという場合には、ですね、えー、少しあの小さめな回転半径で飛ばすていいんじゃないかなと思います。 垂直上昇タイプに関しては、高、えーまあ、高度の出る、えー、の水平飛行がですね、えー、狙える飛ばし方になります。でですね、えー、っと今回こう紹介したようなこの機体がたくさん載っているです、ね、あの書籍があります。それがこの二宮崎先生のです、ねえー、著書のです、ねえー、紙飛行機集という。 昔からですね、よく飛ぶ紙飛行機集っていうのがあってですね、もう本当に50年ぐらい。 前ですね、えー、出された、初版が出されたものですけれども、まあ、そこからですね進化してきて、ですねその進化系がこれになるわけですけれども、まあ、第1週からですね第7週までですね出ています。でまあ、その間のものもよくねあのネットとかでこう出てきますので調べていただいて、で気に入ったものがあればあの購入してもらうとか、ですねあの図書館とかに置いてあれば、それをこう、ね、あの見てみるのも一つかなと思いますね。 でさらにこの先ですねあの、この講座の中でも後々こうやっていきたいと思うんですけれども、えー、どん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 こう面白くなっていって、ですね紙飛行機の世界にっとしていくと、ですね自分で設計して、作って、で飛ばすというところまでいくと思います。でその時にですねこの書籍っていうのがガイドブックとしてです、ね、ですごく役に立つんじゃないかなというふうに思いますので、これも紹介しておきます。 ねえー、であのいずれもですねこの二宮八咲先生があの書かれた本なんですけれども、えー、成分の振興者というですねあの、えー、会社から出版されていますで。この会社はです、ね、子どもの科学という雑誌を出している会社で、でその子どもの科学という雑誌はですねもう40年ぐらい、二宮先生の,この設計した。 紙飛行機の型紙をですねあの、閉じ込み付録として連載してたんですね。でもうあの連載は終わってしまったんですけれども、えー、それが40年間続いたということで、そこの間ですね、非常にたくさんの機体をこう紹介してで出されてますので、そのバックナンバーとかですね、見てみると、あのいろんなあの変わった機体も出てますのでね、面白いかなという思います。 あとは紙飛行機関連のです、ね、ホームページについてですけれども、えー、とこれはまあ一部をです、ね、こう見ていきますと、まずはまあ日本紙飛行機協会のホームページを見ていただきたいなというふうに思います、ね。こんな感じの,あのページが出てきてですね、えーまあ、あの全国大会の案内なんかも出てますので、えー、ぜひえこのホームページを、ねえー、見てください。 でさらにですね、あの先ほどあの紹介した機体のキットを、えー、販売している、えー、会社がですね、えー、供給している会社が、株式会社の、えー、青空さんというところがありますので、このホームページなんかもですね、えー、見ていただくといいのかなというふうに思います。さらにですね、あの先ほどの長松さんが出されている紙飛行機デザイン、えー、工房です、ね、のホームページということで、 えーまあ、こんなページが出てますので、これもですね、オリジナルサイトこう入ってもらえるといいのかなというふうに思います。まあ、こちらでもですねあの、紙飛行機の型紙を無料でダウンロードできるようにですね、提供してますので、えー、その辺も活用してもらえればいいのかなというふうに思います。でさらにですねあの、キャノンクリエイティブパークというのがあって、でこのところの、えー、ペーパークロフトからおもちゃで紙飛行機というふうに入っていくと、 やはりの紙飛行機の、えー、型紙がで,ですね、ダウンロードできます。無料でダウンロードできますので、えー。このページが、えー、っと、ホームページのですねあの、最初のページになりますけど、ね、そこからですね、ペーパークラフトっていうところに入っていただいてですね、ペーパークラフトです、ね。で、さらにおもちゃというカテゴリーに入っていただいて、 でその先に紙飛行機というカテゴリーがありますので、それに入っていただくと、まあ、こういう型紙がですね、ダウンロード、ポチッと押すとですね、あの型紙がダウンロードできます。こういう形ですね。でそれをあのプリントアウトして、でまあ、作るということになりますけど、どんな紙がいいかっていうと、実は、まあ、あント紙がいいでしょうねあの。画用紙とかでもいいんですけれども、画用紙だとちょっと柔らかい感じです。でパリッと硬い紙としては、剣ント紙が、えー 一般的に手に入る紙としては、えー、組み立て式の紙飛行機には使いやすいですね。であとあの、日本紙飛行機協会のところか、もしくは、えー、と青空さんのです、ね、ホームページの中で、紙飛行機に向いている、その紙飛行機用の紙というのも、えー、販売されてますので、そういったものもです、ね、あの買って使っていただくと、えーまあ、より高性能ですね、紙飛行機が作れるんじゃないかなといううに思います。 でえー、と組み立て式の紙飛行機のねあのステップアップということで、えー、考えていきますと、えー、今日説明した形の,です、ね、あの順番で,です、ねえー、やっていっていただけると、えー、割とストレスなく、ですねだんだん,なん上手になっていくんじゃないかなと思いますね。ねなので、まず最初にです、ねえー、発泡試練生の紙飛行機を試してみると。でこれで,です、ね、少し微調整ができるようになってくると、あのー ホールペーパーのものとかですね、あのバルサドーのものとかっていうのが使いやすくなってくるんじゃないかなと思いますね。でスカイカブ4ですね、シール式のもの、簡単に組み立てられるので、まずはこの辺から入ってみるといいのかなと思いますね。で、さらに接着剤を使って、えー、作るタイプのスカイカブ3ですね。で、その後にレーサー55や、これバルサドーのですね、二重上,上半角のついてる、あの非常にあの安定性のいい機体なので。 この辺もですねあの、体育競技をやっていくのにはいい機体なので、この辺で慣れてくると、えーまあ、いい記録も出てくるんじゃないかなという,うに思いますね。でさらにあの、レーサー534のようなです、ね、オールペーパータイプっていうのも、えー、紙飛行機としては面白いかなという,うに思います。まあ、多少あの、重い形になりますけれども、えー、その分速度が出て、ですね、あの飛行性能も良くなっていきますので。 えー、やはりあの紙飛行機競技としては、えー、面白くなっていくんじゃないかなといううに思います。まあ、このような形でですね、あのどん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 ,どん、えー、先に先にこう進めていってもらえるといいのかなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。みんなどうなったかな？紙飛行機を長い時間飛ばすためのコツがたくさん学べたね。ぜひ作ってみんなで楽しく競ってみてね。 群馬ちびっ子大学ではみんなからの感想を募集しています動画を見て勉強や実験をしてみた感想をぜひこちらのアンケートフォームから入手してみてねみんなからの感想お待ってるよそれではまた次回の動画でお会いしましょう